モロ大島は、東、インドネシアモルッカ諸島の島の一つ。ハルマヘラ島の北に位置し、面積1800平方キロメートル。北マルク州の一部であり、インドネシアの最も北寄りの島の一つである。15世紀から16世紀にかけて、モロ大島は、イスラム教のテルナテ王国の勢力圏下にあった。テルナテ島とハルマヘラ島の海岸線を含む地域は、モロと呼ばれ。 テルテナ王国の広大な勢力圏の中心だった。16世紀半ばこの島にポルトガルのイエズス会が進出した。テルナテとハルマヘラのイスラム教国家の人々は、改修活動のための移住に行き通り、1571年に島から宣教師たちを追放した。これは、モルッカ諸島地方におけるポルトガル勢力の大幅な交代の一部をなす、動きだった。 17世紀早々、テルナテ王国の勢力はますます拡大し、モロタイ島の人口の大部分が島を追い出され、ハルマヘラ島西海岸の要所、ドディンが移住させられた。また1627年と1628年に、テルナテ王国のスルタンハムザは、監視の容易なテルナテ島、マラユに、島のキリスト教信者の多くを移住させた。 このように人々の多くを繰り返し退去させることで、テルナテ王国は、モロタイ島への影響力を増した。太平洋戦争初期、1942年前半に、日本軍によって、島は占領された。1944年9月のモロタイ島の戦いで、アメリカ軍が奪取、連合軍はフィリピンに向かって突き出した。この島を1945年初頭のフィリピン、および5月、 6月のボルネオ振興の足がかりとした。また1945年10月に予定されていたジャワ島振興のための基地でもあった。島は深い熱帯雨林に覆われ、林業と樹脂の生産が盛んである。ウィキメディアコモンズには、モロ対等に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。